きチャンネル。さあ、交流戦1週間になってまいりましたということで、金曜日の総チェック、はい、じゃあまず行きましょう。日本ハム対中日、4対0で日本ハムの勝利というところで、日本ハム先発高橋宏斗、7回108球3安打7三振2四球1デッドボール無失点というところで、まあ前回もね、非常に素晴らしいピッチングでしたけども、前回ちょっとね、相手の対応っていうよりも配球を決めて投げていくっていうところが見えたような感じがしましたけども、今回はね、ストレートもきっちり投げてたし、ストレートにね、狙ってきそうだったら変化球ちょっと多め、変化球ね、ストレートタイミング合ってないようだったらストレートっていうところで、まあ相手の対応をしっかり見ながらね、その順番を決めるわけじゃなくて、まっすぐと変化球うまく使い分けてたし、ストレートもしっかり投げてたんでね、非常に特にね、配球面も良かったと思います。で、日本ハム先発上原ね、7回96球4安打4三振1球1失点とね、こちらもちょっとね、前回登板だったかな、ちょっとやらかしちゃってっていうね、ところはあったけどもね、6失点5失点と非常にね、この試合は自分のね、特性も見抜きながらしっかりピッチングしてゲームを作ったっていうところで、まあ負け投手になったけどね、援護点がなかったっていうところでは仕方ないかなっていうね。4回表ね、カリステが、レフトスタンドへね、打った瞬間上がる先制ホームランで1点先制。まあ高橋宏斗にとったらね、この1点がもうね、大きかったかなっていうね。で、その中でね、日本ハムはね、この7回、ワンアウトからね、清宮フォアボール、そして清宮にダイソー中島拓也。で、ワンアウト1塁から清水が送りバントを決めて、2アウト2塁から代打タミヤがね、ライトへ、ヒットを打つんだけども、ライト岡林、本塁にね、素晴らしい送球で、タッチアウトと、二塁走者中島ね、同点の、チャンスを積むというところでね、逆に日本ハムはね、ここで同点行きたかったけども、ちょっと攻守にはね、阻まれる。で、その中ね、中日は9回、先頭細川がツーベース、で、中田翔がライトフライ、そして、ブライトがね、空振り三振。で、ツーアウト二塁から高藤がね、ライト前ヒット打つんだけども、ここでね、セカンドランナー、小田がね、ダイソー、ホームに来るんだけども、ライトね、万波が大きくね、一塁側に逸れてセーフ。で、その後、高見木屋がレフトスタンドでツーランホームラン。くばって。ね。まあ、でもあのね、万波の送球、一塁側に動いてからの、逆ターンというか、こういってこうだからね、まあ、非常に体制的にはね、まあ、難しかったっていうところはあるけどもね、ちょっと大きく逸れちゃったけど、まあ、ここまでね、いい送球もしてから、たまにはね、そういう悪送球もね、まあ、悪送球じゃないけどね、まあ、逸れただけっていうね、ところではあるかなと。まあ、本塁しっかり投げてタイミングどうかなっていうところだったっていうのもあるけどもね、まあ、1点も取れてない4安打ね、完封されるっていうところで、まあ、これは仕方ない敗戦かなと。で、高橋の後、松山、藤島とね、最強のリリーフ陣がしっかりリリーフを締めて、中日戦勝というところでは、中日にとってはね、しっかりピッチャーが投げて、いいところで取って、最後ダメ押しで、しっかり勝ち切る、素晴らしい初戦になったんじゃないでしょうか。日本ハム対中日、12日の試合7対0で、日本ハムの勝利というところで、日本ハム先発、伊藤大海、9回98球、3打7三振、無四球、無失点、完封勝利、マダックス、1日に、マダックスが2人安打ね。伊藤と隅田とね、非常に素晴らしいピッチング。ね。中日先発小笠原、6回3分の2、112球、10安打3三振、1球5失点というところで、まあ、初回ね、この2アウトから、水谷レフト前ヒット、マルティネスセンター前ヒット、で、タミヤがライトへタイムリーヒット、で、万波がね、スリーランという形で一気に4点、ね、1、2、3、4連打っていうところでは痛い失点になって、まあ、せっかく2アウト取ってからだけど、ちょっと変化球も高かったし、甘く入っちゃったよね。この投げ急ぎちゃったかな。まあでも日本はね、そこで一気に来たっていうのも大きかったし、で7回裏にはね、郡司がホームランで、8回裏にはね、奈良間がね、センターへタイムリーヒットとダメ押しっていうところでね、小笠原梅野でね、7失点。まあでも負けたけどね、この2人の投手で投げ切ったっていうところは、後々のね、試合スケジュールも考えるとね、まあ良かったんじゃないのかなっていうところはあるけども、まあ中日はね、全体的に3安打、3回に2アウトから加藤のレフト前ヒット、で4回に2アウトから細川の内野安打で、5回に1アウトからブラウトのレフト前ヒットっていうところで、まあ、3、4、5回にね、1本ずつ打ったっていうところはあるけども、3安打じゃね、勝てない、完敗です。伊藤大海、クピチ、マダックスでした。日本ハム対中日、13日の試合9対4で日本ハムの勝利っていうところでね、中日先発メツ、5回79球5安打4三振2球1デッドボール4失点、勝ち負けつかず。で、日本ハム先発福島、4回75球6安打2三振1球3失点というところで、両先発ね、勝ち負けつかずっていうところでしたけども、中日はね、初回2アウトから復帰したね、高橋周平、ライトスタンドへ先制ホームラン、クパッて、これで勢い乗ってね、行くかと思ったけどね、1回の裏、ワンアウトからね、清宮ライト前ヒット、で、水谷が、タイムリーツーベース、で、マルティネスタイムリーヒットというところで、もう簡単に逆転っていうね、水谷交流戦なんと5割、エグすぎる。
ね、で2対1で逆転。でも中日もね、3回表に、山本センター前、岡林フォアボール。で、カリステがね、セーフティーバンドめっちゃうまかったね。非常にね。で、ノーアウト満塁のチャンスを作って、2番板前がね、右中間タイムリーヒットで、2点。そしてね、逆転で。で、ノーアウト1塁。ここで高橋周平のダブルプレーが痛かったね。ここでもう1点は取れたんちゃうかっていうね。だからドラゴンズは、ダブルプレーでね、チャンスを逸するっていうのが大きかった。で、4回でもね、先頭リカーソンがセンター前ヒットを打ったけども、ね、中田の643ダブルプレーの後、宇佐美がね、ライトへツーベースを打ったりっていうところのね、このバランスの悪さ。その中でも5回にね、ワンアウトからカリステがね、ホームランを打って4対2。かなりね、いい形になったけども、まあ、6回裏ね、郡司がレフト前、清宮フォアボール。梅津はこの清宮のフォアボール痛かったよね。で、ここでノーアウト一塁になって水谷の打席でもう梅津からね、藤島に変えて、もうこの必勝リレー行きましょうっていうところでね、藤島からね、水谷が、タイムリースリーベースっていうところで同点。で、ノーアウト三塁からマルチネスが犠牲フライで勝ち越しっていうね。で、7回裏にも、上川端のね、サードゴロ、高橋周平ファンブレーラ、リズムが送りバントを決めて、郡司がタイムリーヒット。で、その後またマルチネスがタイムリーツーベースで一気3点。で、8回にもね、上川端の犠牲フライね、その前には、磯端のね、ショートゴロ、山本のファンブレーラーもあって、そしたら磯端が2投3投といって、ランナー3塁まで行って犠牲フライやりたい放題9対4。でね、ございます。っていうところで、この試合で、何が、まあ、狙ってそうなったのか、結果的にそうなったのか分かんないけども、ピッチャー山本がね、6回を投げて勝ち投手。ね。で、打線ではね、郡司4打数2安打1打点。ね。そしてマルチネス3打数2安打4打点。っていうところでね、ドラゴンズからね、移籍してきた3選手がね、大活躍するっていうね、素晴らしい結果になったと思います。その交流戦のね、中日戦でっていうところもあるしね。まあ、中日もね、2回ね、ワンアウト三塁から上川端のレフトフライね、万波タッチアップでホーム狙ったけどね、リカーソー、そして中継つないでね、ホームタッチアウトとかね、よかったけどね、この失点次第、しかもその2回裏にね、そのピンチをね、出して3回表にね、得点するっていう流れはめちゃくちゃ良かったけど、どうなんやろな、もう思い切ってね、その前日小笠原梅野でね、2人で抑えたから、もう思い切って先週か、松葉の時とかね、もう5回終わって藤島6回からとかってね、まあ、難しいような結果論になるからね、こう考えるともう梅津5回で諦めてね、6回からもう必勝リレーで藤島タンタンタンとね、いけたらよかったのかなっていうところもあるけども、結果論だからね、もうこれを言い出したら何もないけども、まあね、梅津のこのね、6回裏ね、郡司清宮はここでね2者を出したっていうところがね一番敗戦に近づいたし、逆に日本ハムはねこの2人の出塁がね大きかったんじゃないでしょうか。結果ね2勝1敗で日本ハムの勝ち越しでした。楽天対巨人、こちら日刊スポーツの評論で言ってましたけども、7対6楽天のサヨナラ勝ちというところで、巨人はね、山崎より先発、7回116球、8安打6三振、1デッドボール2失点という形でね、非常にゲームも作ったし、インコースアウトコース、右バッターにのツーシム系ソーススライダーね、ちょっとね、高く入る時もあるかなっていうところもあるけども、勝負球ではしっかり低めに投げて、7回2失点はね、非常にね、グッピッチングだったと思います。楽天先発ポンセね、5回109、8安打4三振、1球6失点というところで、まあ、フォアボール3個だし、まあ、ポンセのね、この自分の持ってる、投球スタイルっていうところは出したかなっていうところはあるけども、やっぱりストライクゾーンで勝負するっていうところで、ストレートの力がなかったり変化球の切れ味が薄かったらね、仕留め切られるっていうところの、まあ、ポンセのスタイルの中では、いまいちな投球そのポテンシャルっていうか、なんていうんだろうね、出力っていうところが、まあ、あんまりだったっていうところでこうしっかり仕留められるね、2回に、ワンアウトからね大城のショートゴロを、村林がエラーで、立岡ショートフライになるけども、岸田がねツーランホームラン、その後伊豆口が、ライトスタンドへホームランっていうところで、まあ自責点的にはね、ここは0点なんだけどもね、村林のエラーバーと普通のショートフライ、その後2失点だからね、正直痛かったっていうね。でも3回の裏ね、楽天はワンアウトからね、小深田センター前、小郷ライト前ヒット。で、ワンアウト一三塁からその村林がね、レフト前タイムリーヒット。で、その後辰巳の、セカンドゴロを吉川ファンブルバーと。で、そんでワンアウト満塁だと鈴木大地のね、ライト犠牲フライ。だからもう、エラーのね、試合。お互いエラーし合います、本当に。
で、3対2になるけども、すぐね、4回の表、巨人はね、先頭大城フォアボール、立岡岸田連続三振するけども、井口センター前ヒットで、丸がライトスタンドへスリーランホームランっていうところで、6対2。これでもう終わったかなって思ったけどね、山崎よりの投球を見ててね。で、その後8回裏ね、山崎から、西舘に代わって、フランコの打球ね、セカンドへ内野安打。まあ、厳しいとこだけど、やっぱり吉川ぐらいの能力だと、やっぱそれ取らなきゃいけないよね。その後ノーアウト一塁からね、浅村がレフトスタンドでツーランホームラン。でもここまで6対4。そのまま終わるかなと思ったらね、9回裏、バルノナード、先頭鈴木大地レフト前ヒット。フランコアウトになるけども、浅村、そして代打渡辺、連続フォアボール。で、ワンアウト満塁になって、阿部にフォアボールで押し出し1点差。で、小深田ワンアウト満塁から三振。これはね、多分小深田は絶対三振だけしちゃいけない。当てたらなんとかなるって言ってね、当てに行ってしまったがために、あのインコースのボール球で振っちゃったね。気持ちはわかるね。正直当てたらなんとかなるっていうね、あれちゃんと振りに行ってたら見逃したと思うんだよね。当てに行ってね、絶対内野ゴロでも打って同点にならなきゃいけないっていうね、そのいいその考え方が逆に振れたっていうね、この難しいところ。しかしツーアウト満塁からね、最後バルノナードが首を振ってストレートね、まあもうこれはストライクゾーンに投げれる、スリーボールにしたくないっていう気持ちで投げたんだろうけども、それがど真ん中に入って右中間抜けるタイムリースリーベー、タイムリーツーベースで王がサヨナラヒット。王、これでも王のね、楽天優勝したら王が MVP ちゃうかっていうね、決定打になったんじゃないのかなっていう。で、あとね、この日活スポーツの評論書いたけども、このバルドナードね、もうキャッチャーからのね、ボール早く返せみたいな感じにしてて、大体悪いピッチングになって焦り出して、ああいうことするピッチャーがね、そっから持ち直したこと俺はほぼ見たことないんだよね。だから正直、ワンアウト満塁で、俺は船場様とか、泉に変わってもよかったと思うんだよね。正直ね。まあ、俺だったらもうここもう、俺信用できんからもう、バルドナードもね、大勢がいなくなったから抑えやってるだけで、最初から守護神じゃないからね。そういったことを考えると、俺は代打安倍で、だここでね、代打安倍の時に、また、ピッチャーを右に変えたら、左のね、代打、まあ、模擬かな、出てくるとしたら模擬かな。模擬がね、出てくる可能性っていうのは十分あったけどね。だから模擬と渡辺をベンチはひょっとしたら取ったのかもしれない。模擬がね、代打成功率いいからね、そこもあるかもしれないけど、俺はもうストライクに入らへんやつがあんまり好きじゃないから、もう模擬が代打成功率いいとはいえ、まあ、札場様、まあ、模擬を心配するんだったら泉でも正直良かったんじゃないのかなって思いますけども、ジャイアンツファンの皆さんどうですか。巨人取ったらこの敗戦は痛い。楽天はね、今これで10だからね、あと5試合で3回勝てばもう 100% 優勝やと思う。2回でギリどうかなって感じ。ソフトバンクがついてきてるからね。でもこのね、楽天のサヨナラ勝ちは非常に大きい勝利になったんじゃないでしょうか。楽天対巨人12日の試合、5対4で楽天の勝利。楽天もあと2勝したら確実に優勝じゃないかな、交流戦ね。その中で巨人掘った、2回3分の2、45球8安打3失0、1球5失点というところで、謎だねこれは。ワンアウトからね、村林ライト前ヒットで、辰巳に、レフトへタイムリースリーベースで、鈴木大地タイムリーヒットで、渡辺がライト前ヒットに続いて、浅村はピッチャーゴロになるけども、フランコがスリーランっていうところで、このさ、ワンアウト三塁から4番鈴木大地、初球ストレートをライト前ヒットね、もうまあ大体もうここら辺ももう甘いのよ。もうピンチでそこ投げるかっていうぐらい甘いところをライト前ヒットで、続いて、渡辺、またストレートをライト前ヒット。これももう甘いのよ。で、次、初球スライダーを浅村がピッチャーゴロ。ね。で、その後、フランコ、初球のストレート。これも甘く入ってね、スリーランホームランっていうところもあるけども、俺はストライクゾーン投げるのがね、悪いとは思わないけども、こんなまっすぐどんどん初球から積極的にいってんのに、なんで、まあ、まっすぐ出そうも出そうだけど、なんでそのまっすぐをまた甘めにどんどん投げていくっていうところでは、安易すぎるね。正直ね、そういったところでもね、5失点もそれは食らうよっていうところもあるけどもね、好調楽天打線ね、これしっかりね、それを積極的にね、これ初回からね、積極的に、まあ初対戦になってるからね、それでも積極的にね、触れに行ったところがね、非常に良かったと思いますね。で、その中でね、3回表、丸がタイムリーヒットで、4回にもね、岡本のタイムリーツーベースっていうところで1点ずつ返していくんだけども、その後ね、5回、ワンアウト1塁チャンス来るけども、坂本が 6-4-3 ダブルプレーだったりとか、なかなかね、
チャンスを生かせず、7回もランナー出すけども、岸田が6-4-3ダブルプレーだったりとか、ことごとくね、ダブルプレーで終わったり、8回ね、2アウト1、3塁から岡本ね、今日タイムリーを打ってる中でね、ショートゴロっていうね、まあ、ここら辺で1本出てればっていうところもあるけども、楽天ね、リリーフ陣状態いいからね、うちが6回投げて、で、酒井、孫ね、しっかり抑えて、で、最終回ね、則本って言ったところで、ワンアウトから秋広センター前ヒット、立岡三振するけども、岸田ライト前、で、伊豆口がね、センターへタイムリーツーベース、で、ここでワイルドピッチが起きて、あと1本で同点だけども、1本ですっていうね、ところで、まあ初回のね、5失点、巨人としては、楽天としてはね、5得点が非常にね、大きかったかなと。楽天はその後ね、もう1点どっかでね、取れてれば、この試合かなりもうちょっとね、楽な展開になったけども、巨人のね、ピッチャー大江赤星ケラーにね、その後しっかり抑え切られて、堀田の後はね、ケラーの、8回のね、ヒット1本だけに抑えられたんで、まあそこはなかなか難しかったかなっていうところはあるけどもね。で、楽天先発うちね、若干ね、外回りするからね、この押し出し気味に投げてるところが、もうちょっとね、肩の開きを抑えて外回りしないようにしたら、もうちょっとこの投球の、このなんて言うんだろうな、持っていき方、もうちょっと指にかかると思うから、そしたらもっと良くなると思うんだよね。そこら辺は若干ちょっと気になったかなっていうところはあるけどもね、勝ち投手グッチね、楽天2連勝交流戦初優勝に向けてもうゴールは目の前です、はい。楽天対巨人、3対0で楽天の勝利ということで、楽天3連勝このカードね、まあ、これでも交流戦優勝ほぼ間違いなくなったんちゃうかっていうねところではね、その中で楽天先発藤井ね、5回77球、3安打4三振、3四球無失点っていうところで、まあジャイアンツ打線がね、で湿ってるっていうのもあるけどもね、しっかり投げ切れたっていうのは大きかったし、これで5勝1敗だからね、非常に、素晴らしいピッチング。その後6回からね、渡辺、鈴木、空、酒井、則本でね、ノーヒットに抑えて、もうシャットアウト完封勝ち。グッピッチ。ね。その中で楽天はね、4回裏、ワンアウトからね、鈴木大地レフト前ヒット、渡辺ライト前ヒット、浅村アウトになるけども、2アウト1、3塁からフランコがね、先制のタイムリー。そして7回にもね、ワンアウトから小深田センター前ヒット、ここで盗塁した王がフォアボール。で、村林のショートフライを伊豆口がラッキューバット。それはもう点取れへん、ミスする、負けるで。で、ワンアウト満塁からね、ピッチャー船場様から応援に変わるけど、ライトへタイムリーヒットで、その後鈴木大地三振するけども、渡辺押し出しで3点目、ジエント。巨人3安打、ノーチャンス。まあ、強いて言ったらこの4回の表ね、ワンアウト満塁、この長野6-4-3ダブルプレー、ここで1点でも取ってたらね、状況は大きく変わったかもしれないけども、相手がフォアボールでチャンスをくれた時に仕留めきれない、3安打押し出しフォアボール出して失点する、それは厳しい。まあ、楽天としてはね、しっかりそういうのを相手のミスもね、しっかりつかみながら勝ち切って、そしてピッチャーがねしっかり抑えて、まあ、最強のリリーフ陣ね、この交流戦、ここまで交流戦だけの防御率で言うと多分ね1点ちょいぐらいだと思うんだよね、リリーフだけでね、非常にね、素晴らしいピッチングっていうところがね、この交流戦の勝利に導いてるところなんじゃないのかなっていうところで、楽天のカード3連勝でした。ロッテ対 DeNA、11日の試合4対0 DeNA の勝利ということで、 DeNA 先発ジャクソン7回101球2安打8三振2四球無失点っていうところで、まあ、風も、まあ、10は吹いてなかったけど、この風がチェンジアップいい形で落としたかなっていうね、感じもしないでもないけども、高めのストレート低めのチェンジアップで、低めのもね、岡の時ストレートバシッと決まっちゃったから、ああなってくるとなかなか難しいし、まあ、ロッテ打線としても4安打完封だからね、もうジャクソングッピッチ、ロッテ打線バットバット打線。ロッテ先発大島ね、7回95球、6安打6三振、1四球1デッドボール4失点と、まあ、2回だけだからね、ちょっと立ち上がれまっすぐ切れなくて変化球緩かったかなというような、打たれたからそう見えたのか、なんかそんな感じがしたね。先頭伊藤がライト前ヒット。で、山本がバットを折りながらレフト前ヒット。で、井上がライトへ先制タイムリー。で、ここで井上がしっかり成功して、ノーアウト2、3塁、あ、盗塁成功してノーアウト2、3塁から、1軍に上がってきた渡辺がセンターね、右中間に抜けるタイムリー3ベース。で、ノーアウト3塁から海老名はアウトになるけども、梶原がライトへタイムリー2ベースっていうところで一気に4点。ね。で、このイニング1、2、3、4、5本ヒット打ってね。で、そっから DeNA6 アンダーだからね。2回に5本ヒット打って、その後、ヒットを打ったのが、あ、打ってない。初回にオースティンが打ってた。そういや。だから3回以降ノーヒット。大島もったいない。この2回だけ。4対0。その後お互い攻撃し合いません。でも俺ここで気になったのが、ロッテがね、まあ、負けるのは仕方ない。完封でね。
誰も交代してない、代打も何もない、打てない打ってないっていうところもあるのに、ここはどうなんやろうっていうね、ベンチにもいたんやから動き見せてもよかったんちゃうかって、なんか無策で負けたみたいなね感じになってるから、そこはどうなんやろうっていうね、ところはありますけれども、所詮としてはね DeNA がワンチャンスをものにしてね4対0完勝でございます。ロッテ対 DeNA、12日の試合3対13で DeNA の勝利というところで、ロッテ先発ね中森俊介今季初登板初先発っていうねところで、5回3分の2、102球、4安打4三振、2四球、1デッドボール、2失点っていうところで、まあしっかり投げ切れたんじゃないのかなっていうね。で、特にまあ、変化球、チェンジアップ、チェンジアップに結構 DeNA 打線苦労してたんじゃないのかなと。で、まあ、スライダーも低めに投げ切れて、変化球とストレートの、緩急の差をうまく利用して、結構いいピッチングね、腕もしっかり振れてたしね、できたんじゃないのかなと。5回3分の2、2失点。まあまあ初登板としては今季ね十分なピッチングになったと思います。 DeNA 先発ケイね、6回100球7安打2三振2四球1デッドボール3失点、まあ大荒れだったね、よく6回3失点クオリティスタート、よく逆に踏ん張れたんじゃないのかなっていうね、ところはまずまずのピッチングだったかな、制球結構荒れてたからね。まあその中でね、ロッテは初回先制って言ったところで、初回ね石川フォアボール、友杉センター前ヒットで、ここでワイルドピッチね、これもね、ちょっとね、キャッチャーモードが軽いね。やっぱ止めなきゃいけない。しかし、佐藤ね、サードゴロでワンアウト2、3塁になって、で、外のね、このサードゴロ、ね、超ボテボテだったからね。これまあ、内野安打はね、仕方ない。だから、ここ1点は確実に入ってたけども、サード井上がそれをジャンピングスローして、ファーストにとんでもない悪送球、バーッと。めちゃくちゃそれってたから、だからもう投げない勇気だよね。もう敵と、なんかまあね、よくみんな言うのよ。必死でやってんだから、みたいなね。それはもうね、全員だから、それ今、基本中の基本だから、必死でやってるとかやってないとかもそんなん関係ないから。そういった意味で言うと、もうなんかね、雑すぎる。プレーがね。もうなんか適当に投げてるって言われても、おかしくないような感じで、ファーストで悪送球。で、2点入るっていうところでね。だからこれ、まあ、1点は確実に入った。で、ワンアウト、1、3塁から。だからまあ2点入ったかもしんないけど、取られ方が悪いよね。でその中で DeNA はね、4回、オースティンが内野安打で、牧がライトでツーベースで、ノーアウト2、3塁から、筒香が、ファールフライになるけども、山本が犠牲フライをしっかり打って1点返して、しかしね4回裏に、アイトがツーベースで、中村三振、ここ最悪進塁打打たなきゃいけないよね。でワンアウト2塁から田村がねレフトへタイムリーヒットで1点返した、これは良かったね田村頑張って。しかしね、筒香の守備が深かったのかどうか、でも田村でそんな深い位置いるかっていうのもあるけども、あの辺りでホーム楽々セーフはちょっと守備としては問題あるんちゃうかっていうねところが、あったと思います。そして、6回表に DeNA はね、先頭牧フォアボールで筒香三振のところで牧盗塁グッドね、でその後山本のね、セカンドライナーでアウトになるけども、佐野フォアボール、そして2アウト1塁から渡辺のところで坂本が出てきたけども、坂本、渡辺がねセンターへタイムリーヒットで、3対2だからこの1点が結果的に大きかったね DeNA はね。で7回表、ピッチャーね坂本から東に代わって、梶原レフト前ヒット、井上が送りバントを決めてオースティンフォアボールで、1アウト1塁から牧がね、ショートへ内野安打ね、これはもう仕方ないね。でワンアウト満塁から、筒香が、タイムリーツーベースで、山本がレフトへタイムリーヒット、で佐野がセンターへ2点タイムリーツーベースで、渡来アウトになるけども京田がレフトオーバーへタイムリーツーベースといったところで一挙に6点、それは有藤さんも怒ります。はい、だからまず基本、まずね東のピッチングから言うと、この日はねだからまあクイックは早いのがね売りだけども、もうボールが全部切れもない棒球、ただクイックが早いだけのピッチャーっていうことはよ、クイックが速さで相手のタイミングを外そうとしてるわけじゃん。でもそれが通用しなかった場合、球が棒球だったら普通のピッチャーなわけよ。タイミングさえ合えばね。そういったところではね、クイックの速さはもちろん武器だからね、それをしは必須でやらなきゃいけないけど、その中でしっかりとした球をまず投げれないと、全くそのクイックの意味がないし、それを使いこなせてないっていうことを考えればね、ちょっとボールのキレなかったし、コントロールも甘かったし、棒球すぎたかなっていう印象だね。まあ、その中でね、有藤さんは3対2で勝ってんのに、ね、まだ1点差、2点差だったら7、8、9の攻撃もあるのに、なんで投げ続けさせるんや、ピッチャーは何のために入ってるんや、投げれないんだったらベンチ入れるなって言ってたけども、ごもっともです。はい。だから前日はね、打者のね、野手の選手交代全くなく、完封なきまでに完封、されて、
で、この日はね、ピッチャー打たれまくってんのに変えないで、もうとどめを刺されるっていうところの、ちょっとベンチワークは、それは有藤さんが言うのに結構疑問は感じるよね。で、8回にはね、2アウト1塁から、筒香のレフトフライをレフト石川が落球。なんか解説、まあ、解説とか俺日本放送の、予備でね、マリンに行ってたんだけども、風がとかって言ってたけど、風6メートルとかって吹いてないのと一緒だからね。で、落球でエラー。で、予備待機だったから、もう9回の攻撃がね、見ないで帰ったんだけども、9回ね、ボコボコタイムでオースティンにもホームラン打たれて、結果13対3。ボコボコタイムだね。いいとこもあったらしい。でも中森ね、良かったと思う。非常にね。次のね、登板もぜひ期待したいと思います。終盤のね、選手起用は疑問が残る形になりましたけども、DeNA としてはね、一気にね、大量得点で勝ちっていうのは大きかったんじゃないでしょうか。ロッテ対 DeNA、13日の試合、1対3で DeNA の勝利ということで、この結果、このカード DeNA3 連勝でございます。はい。DeNA 先発大貫ね、5回74球、5安打2三振、1四球、1失点っていうところで、まあ、結果的にはね、1失点で抑えたけども、投球内容としては、ちょっとフォームのバランス悪かったかなっていうね、抜け玉、ちょっと引っ掛け気味っていうのもあったし、開きの速さっていうのが感じたんで、もうちょっと下半身と上半身のバランスがうまく取れて、横回りしなくなったらね、もっといい感じの球質の形がね、上がっていくかなっていうところもありましたけども、まあ、5回失点でね、よく踏ん張ったっていうところと、その後ね、しっかりもう、ベンチがね、状態がそんなに良くないっていうところで、6回からね、徳山、坂本、ウィック、森原とね、リリーフに展開したっていう判断もね、良かったかなっていうね。まあ、交流戦ね、まあ、この試合を含めて残り4試合っていうね、ところだっただけにね、で、その後4日空くしね、もう出し惜しみで勝ち試合を負けていくっていうのはね、まあ、最悪な状態だし、ね、そんなに休憩しないと体力ないんかっていうね、ところの問題もあるからね。正直ね、それはそもそもの問題だからね、練習とかね、準備とかね、今までのことも含めてっていうことを考えるとね、まあ、出し惜しみすることなく勝ってる試合をね、どこまでしっかり勝つかっていうね、で、出し惜しんでもね、明日また同じ状況で勝ってるかどうかも分かんない中でね、でしかも休みがあるっていうことをね、4日間考えるとね、この DeNA ベンチのね、采配は素晴らしくね、勝ちにね、特化した、勝ちに行くっていうね、形ではこの6回からね、徳山に変えたっていうのは非常に良かった采配かなと。で、ロッテ先発西野ね、7回104球、8安打5三振、1球3失点っていうところで、まあ7回3失点でまとめたっていうところではね、最低限の仕事できてるけども、まあ2本のホームランなんかもいいのか悪いのかの評価のね、判断が難しい。その中で DeNA はね、2回表、先頭ね、筒香が、センターバックスクリーン横にね、先制ホームラン。で、3回にもね、ワンアウトから、梶原がね、内野安打。ここもね、まあ、ファースト佐藤としてがね、西野に投げちゃったんだよね。西野に投げちゃったことによって、西野が最後取ってからファーストベースのスピードがダウンしたっていうね。あれはね、ファーストベースの上に投げなきゃいけないんだよね。で、それによって、ファースト、西野がスピードを落とさず、ベースの上に、行ったところで同時に取るのがベストなんだけど、まあ、佐藤もね、急増だからね、そこまで言うのはここだけど、まあそれはね、そうやって使ってるんだから、それができなくてもね、仕方ないっていうところもあるけども、そういったところのミスでね、まあ悩んだ。で、ワンアウト一塁からね、梶原がすぐさま走って盗塁。で、ここも田村がね、投げれるのに投げなかったんだけど、多分ショートの友杉がベースに入るの遅いよっていうね、ところの、まああったけどね、まあそういったところの守備のちぐはぐ。で、ワンアウト二塁からね、渡来のタイムリーヒットっていうね、ところで、もう行って。で、3回の裏にね、ワンアウト満塁のね、ビッグチャンスを作って、角中がね、犠牲フライで1点返すんだけども、4回に、先頭巻がね、レフトスタンドで3、ソロホームラン、先頭ね、しっかり1点返して、まあ、3対1でね、しっかり逃げ切るっていうところで、まあ、ロッテとしたら、もう、この解説で言ってたからね、その時も言ってたんだけども、この2回裏、ね、先頭外ライト前ヒット、角中のね、ファーストゴロをオースティンがセカンドへ悪送球。これもね、ショート森が取ってベース踏まなきゃいけなかったのに、なぜベース踏まないままファーストに投げちゃったのかっていうね。ところでノーアウト一塁になって、やっぱね、ここね、やっぱ今思っても解説中も言ったけど、ここはもう送りバントでしょ、中村翔吾。その後、トムスギの状態がね、っていう、まあ、ここまでの打率もいいしっていうことを考えて、あとは、ね、序盤で、ワンアウト二三塁、内野陣絶対下がるから、1点は絶対取れたと思うんだよね。うまくいけば2点。そう考えると、俺はこのね、中村のところはね、バットでよかったんちゃうかと。ね。やっぱりね、取れる時に取っとかないと、今のロッテ打線で、得点しきれないからね。連勝が終わって平均得点が 1.8 点かな。っていうところもあるしね。そういったところで言うと、もう取れる時に序盤だからね、ヒッティングとかもうそういうなんか、
逆にスタンダードな作戦じゃなくて、もう1点を確実に取りに行くっていうところをして、先発が最少失点を抑えて逃げ切るのがね、もう今の現状のロッテの中だったらね、それが一番の最善かなっていうね、ところもあるんで、点取れないならね、取るようにしていかなきゃ、待ってても打ちませんよっていうね、ところはありますけども、DeNA としてはね、この3連勝は大きかったし、マリーンズは3連敗、ね、楽天の状況次第では交流戦終わったら B クラス転落しますよ、っていうようなね、試合展開でした。西武対広島、2対1で広島の勝利というところで、広島先発床田、8回108球、4安打3三振、2四球、1失点とね、グピチ。で、9回栗林に伝えて。で、西武先発2枚、7回114球、7安打7三振、3四球、2失点、グピチ。頑張ってると。援護なし。かわいそう。はい。というところで、広島はね、2回、2アウトからね、菊池がレフトスタンドへホームランで先制。そして、7回にもね、先頭矢野が、ツーベース。で、秋山のショートゴロの間に三塁へ行って、代打松山がね、しっかりライト犠牲フライを打って2点目。まあ、床田にとったらこの2点があったら OK でしょうというね。で、8回の裏ね、西武はワンアウトからね、佐藤の、宇宙界のホームランで、1点返すけども、5安打、1得点のみで、ゲームセットっていうね、ところで、まあ、ほぼほぼチャンスないからね。西武もね、そういったところではなかなか厳しいなっていうね。まあ、唯一この7回ね、2アウトから栗山センター前ヒット。で、2アウト1塁で岡フォアボール。で、2アウト1塁で源田が三振っていうところぐらいだから、まあ、正直チャンスらしいチャンスもなかったからね、なかなか厳しいんちゃうかっていうね。だからね、俺このカープの攻撃、5回か、5回ね、先頭矢野がセンター前ヒット。で、秋山三振、うぐさがセカンドフライでアウトになるけども、2アウト1塁が矢野が2投3投と連続するんだよね。で、ボノマが、三振したっていうところもあるけども、西武としたらね、9回ダイソーの高松が盗塁したけども、こういうね、まあ、できる選手がいるいないがあるからね、そのやりたいことがあっても選手の能力値でできないもあるけども、もうこれぐらいのね、広島がやってるね、アグレッシブなやつね、動き出して、行くしかないね。泣かぬなら泣くまで待とうホトトギス、打たぬけど打ってくれると信じて待ってます、じゃあもう点入らないんでね、打たぬなら動きまくろう西武打線、どうでしょうか。まあでもね、カープとかもこう動きを出してね、いく、まあ結果ね2対1で勝つんだけども、そういったところも俺は西武には必要なんじゃないのかなって、いいヒントになってんじゃないのかな。まあできるできないあるからね、選手の能力で、そこら辺は矢野の能力がね高いっていうところもあるし、日頃やってるからね、そこをチャレンジする眼力っていうのもねあるっていうところもあるけどもね、なかなかねちょっと一方的で2対1ね、点差としてはね接戦だけども、力の差をね見せつけられてる西武としては敗戦なんじゃないでしょうか。初戦はね2対1広島の先勝です。西武対広島、12日の試合、5対0で西武の勝利、連敗ストップというね、いうところで、西武先発森下、5回98球、7安打5三振、1球1ヘッドボール5失点と、27イニングぶりの失点になってね、一気にやられて敗戦投手。ね、西武先発隅田、9回99球、4安打4三振、2球無失点で完封勝利、マダックス99球。達成。クッピチ。ね。まあ、その中でね、西武は、5回の裏ね、代打滝沢レフト前ヒット、源田送りバントを決めて効果がアウトになって、2アウト3塁から、元山がセンタータイムリーヒット、で長谷川がセンター前ヒットで続いて、2アウト1塁から西川がね、左中間、あ、違う、宇宙間を抜けるねタイムリースリーベースで、追加点で、栗山のフォアボール、この栗山のフォアボール痛かったね。でその後2アウト1、3塁から中村拓也のね満振りセーフティーね、ポトポトポトってね、三塁側に、転がってね、それが タイムリー内安打で、陽川がセンター前タイムリーヒットで、一気にこの回、1、2、3、4、5、6安打を放ってね、5点。ね、チーム全体が7安打だから、もうこの5回に集中。まあでもこういうのもね、大事大事。非常にね、連打が繋がって、グッパッティングと、思います。で、広島はね、全体的に4安打だから、まあ隅田のね、好投に阻まれたっていうところはあるけども、まあ強いて言うならば、初回、先頭秋山がフォアボール、菊池送りバントを決めて、野間小園で1本出ない。で2回にも先頭末金がフォアボール、その後坂倉、佐藤、続かず、そして2アウト2塁から、セカンドランナー末金が、牽制でタッチアウト、バッとこのねミッドパッタンね、これ防ぎ方あるのよ、正直やたら構えんの早いなキャッチャーみたいなね感じになってくると微妙に怪しいっていうね、まあ俺はキャッチャーだからちょっと分かるっていう部分もあるけどもね、こういうところも痛かったし、で4回でもね、先頭の間が内野安打出るけども、小園末金が続けず、そして盗塁アウトっていうところで、こういったところね、
まあ、古賀もね、キャッチャー古賀のスローイングもそうだけども、バッテリー間のこのセカンドへ牽制ね、相手の、チャンスをね、潰していく、しかも打ち取る以外で潰していくっていうところの、バッテリー含めて内野陣ね、素晴らしい連携プレーっていうところがね、この5回の裏の、得点にも結びついてるから、そういったところではね、守備で非常にね、我慢して、失点を防いだことがね、勝手につながったのかなと。逆にカープはね、その4回までに3回先頭が出ながらね、そういったまずいプレー、あとは盗塁をね、して、阻まれるっていったところでね、リズムを作れず1点取れなかったことが敗因だったと思います。西武対広島、13日の試合5対0で広島の勝利、完封勝利というところで、広島先発クリアレンね、9回139、2安打6三振、2四球無失点っていうところでね、まあ開幕投手を務めて、なかなかね、勝ち星に恵まれない中で、交流戦入ってね、6月6日に続いて、2連勝っていう形でクピッチ。ね、まあこれしもね、しっかり低めにね、ボールを集めながらね、ボールを動かしながら、インコースアウトコースをしっかり使っていいピッチングがねできたんじゃないのかなと。で9回130球ね、しっかり完封に導けたっていうところとね、リリーフも使わないでね、週末に向けてリリーフのね、総動員できるっていうところでは、このね木曜日に、完封できたっていうのはね、非常にチームにとっても大きかったんじゃないでしょうか。で西武先発ボータカシ5回3分の1 93球8安打6三振3四球1失点デッドボール2失点っていうところで、まあまあ最低限はね、最低限はできてるけどね、まあその中で4回表ね、先頭末回の内野安打、松山、まあフォアボール、で、坂倉介も内野安打で満塁、で、ノーアウト満塁からね、坂倉佐藤とアウトになって1本出なかったけども、この2アウト満塁から矢野がね、センターにタイムリーヒットに2点先制、ここでね、点取れなかったら、ひょっとしたらバタバタしたかもわかんないけど、この2アウトから矢野のヒットは大きかったし、で、3回にもね、チャンスで松山がね、タイムリーツーベース、そして大森がね、2アウトからまたまたタイムリーっていうところで、しっかり3点取ってね、5対0、13安打で5点取って、ピッチャーが完封。カープとしては完璧な攻めだし、西武はね、2安打。もう、どうしようもない。それは。だからもう、強いて言ったらよ。西武、強いて言ったらば初回。ワンアウトからね、西川の、セカンドゴロ、矢野がファンブルエラー。で、栗山フォアボール。で、このワンアウト一塁から中村陽川でね、一本出て、ここで一本出てたら、ひょっとしたらっていうね、ひょっとしたらっていうところはあったかもわかんないけども、まあ、強いて言えばもう西武としてはそこだね。しかし、2安打で完封だからね、正直、解説しようもないっていうところもあるけどもね、まあ、栗がね、いいピッチングで、2勝1敗でカープをね、勝ち越せたっていうのは、負け越せなかったのはね、かなり大きな試合だったんじゃないでしょうか。オリックス対阪神、4対0、オリックスの先勝でございます。阪神先発村上、8回104球、11安打1三振、無四球4失点と、完投しながらも4失点、味方の援護もなく敗戦。オリックス先発外に、6回100球7安打、12奪三振、無四球無失点と完璧。クピチね、その後山田、小田島、本田とね、しっかりリリーフを決めて、山田も3三振、阪神は15三振、半分以上三振。痛いね、それはね。その中でオリックスはね、5回裏先制というところで、先頭ね、紅林センター前ヒット、宗送りバントを決めて、杉本アウトになるけども、2アウトスタンリーから、頓宮がね、センターへのタイムリーツーベースというところで1点先制。で、6回裏にもワンアウトから、北大田が連続ヒット。で、ワンアウト1、3塁しか西川、西川がね、タイムリーヒット。で2点目で8回裏にも、ワンアウトから、北がねツーベース、そして太田がレフトへタイムリーツーベースで1点で、もう1回ワンアウト2塁から西川のねセンタータイムリーヒットで4点目ダメ押しでゲームセットというところで、西川の状態がめちゃくちゃ上がってきたね。西川がこの日4打数2安打2打点というところで、今2割4分クリーンだから、もうすぐ2割5分ね、もう1割台だったからね。そういった意味ではこの西川のね好調とともにオリックスもね上がってきたかなっていうね。で阪神はね、さっきも言ったように15三振、そのうち見逃しも7とか8見逃し三振してるから、まあ初対戦っていうところもあって、なかなかねタイミングも取れなかったっていうところもあるかもしれないし、外にがね非常に良かった、腕の振りとかも含めてタイミングも取りづらかったっていうのはあるかもしれないけども、ちょっとね、7安打なすすべなく終わったかなっていうね。4回にもね、近本三振、渡辺ヒットをつけても、佐藤美恵連続三振だからね、そういった意味では外にピッチングもあるけども、ちょっとね阪神も西武に3連勝してきただけにね、ちょっと初戦としては心配の多いね、敗戦になったかなという展開でしたね。オリックス対阪神、12日の試合、4対0で、オリックスの勝利というところで、オリックス先発、エスピノザ、ね、6回3分の2、115球、被安打3、6奪三振、1四球、無失点、クッピチ。ね、エスピノザね、最近全然勝ってなくて、5月4日のね、日本ハム戦以来のね、勝利、約1ヶ月と1週間ぶりの勝利。
5月はねソフトバンク日本ハム広島に、負けてて、前回もね1失点に、抑えたけども、勝ち星つかず、でしかもちょっと5月のね防御率がめちゃくちゃ悪かったっていうところで、出だしね良かっただけでどうなのかっていうね、不安なの子もあったけども、この批判心出せをね、しっかり、0点で抑えて勝ち投手っていうのはね今後に向けても非常にね分岐点になるような試合だったのかなとね、阪神先発ね大竹、6回98球7安打4三振3四球4失点っていうところで、4回裏ね、先頭の中川ねサードでボトボトの内野安打、これちょっとね運なかったね。その後北が送りバントを決めてワンアウト二塁から太田のねショートゴロをセカンドランナー中川三塁行って、で、阪神ね、ショート木浪がね三塁スローをしてタッチアウトっていうところで、ここ難しいね、大リードしてボールが正面もしくは若干左寄りだったから、まあ、反応でスタートしちゃうんだけどもね、まあ、簡単にアウトにならないで危ないかなと思ったらショート見て挟まれても俺は良かったと思うんだよね。そんでバッターランナーの太田をセカンドまで刺すってちょっと簡単にアウトになりすぎたかな。でも2アウト1塁から西川のフォアボール、だから大竹はねこのフォアボール痛かったかも。で2アウト1塁から紅林がねレフトへタイムリーヒットを打って、でセデルまたフォアボールで、2アウト満塁から宗がねレフトへタイムリーヒットで一気に3点だから、この西川とセデーニのフォアボールが大竹にとってはちょっと痛かった。普段制球力がねいいのにね。5回の裏もねオリックス先頭若月レフト前ヒット、しかしね佐野がバント失敗ダブルプレーバーって、ここ痛かった、もう1点追加点欲しかった。でも6回裏にねきっちりワンアウトから西川センター前ヒットの紅林がセンターへタイムリーツーベースっていうところで、この1点をね取り切ったっていうところも大きかったし、オリックスね全部で7安打だからもう5、6、7でほぼほぼヒット終わったのよ。で、まあ2回にもヒット打ってるけどもね。だからチャンスを作ったし、ところでしっかり得点できたっていうのがね、大きかったし、もう阪神はね、もう6回途中までノーヒットノーラン。その中でね、木浪が、6回にね、センター前ヒットを打って、それがね、終わったけど、あ、完全試合か。できててね、終わったんだけども、まあ強いてのチャンスは7回。ツーアウトからね、近本が内野安打、糸原がライト前ヒット、で、渡辺フォアボール、これツーアウト満塁からエスピノーザからね、富山に変わって、最後ね、スライダー低め、ボール球を振らせて空振り三振。ね、富山、グリリ。だここだね、もう、ここでどうにかできたら勝ったかもわかんないけども、まあ、できなかった。まあ、4安打だからね、全体では。まあ、完璧にね、エスピノーザに抑えられて、オリックスにね、ワンチャンをものにされた試合展開でしたね。結果4対0でオリックスの勝利でした。オリックス対阪神、5対0で阪神の勝利。このカード2勝1敗でオリックスの勝ち越し。すべての試合、どちらかのチームが完封負けっていうね、ところになりましたけども、阪神先発西勇輝ね、9回114球、6安打4三振、無四球無失点っていうところで、ストライク先行でね、インコースアウトコース使いながらね、しっかりいいコントロールでね、抑え切ったピッチング。と思います。オリックス先発田島、5回97球6安打4三振3四球4失点と、まあ、4回のねビッグイニングだけでね、まあ、やられちゃったかなっていうところもあるけどもね、まあ、そのね阪神は4回表ね、先頭原口フォアボール、ミセスショートフライ、で豊田がね、フェンス直撃のツーベース、長打ね久しぶりのスタメンでね、しっかりツーベースを放って、でワンアウト2、3塁、この梅野のショートゴロをね、紅林がホームフルダッシュ処理っていうところで、まあ、ワンパン送球になったんだけど、これは多分ねわざとワンパンで投げたと思うんだよね、人工芝もあって。だから若月がね取ったところは非常にねタッチしやすいところもあったけども、まあ、サードね原口がキャッチャー若月のねタッチをかいくぐりながらセーフみたいなね感じで、リクエストもあったけどもね、判定変えらず、試合後ね中島監督はベースノータッチやろうってね、言ってましたけども、まあノータッチっぽいけどね、原口のだから一回キャッチャーミットをかわしてノータッチっぽいけどもタッチしたっていうねところもあるんだけども、だからファーストのだからベースのあれをね触ってるか触ってないかが俺の見た限りの映像じゃ分かんない、触ってなさそうグレーだから結局判定が変わらない。だからあれもしね、アウトっていう判定だったら、セーフになってないんちゃうかっていう、逆にね。っていうところの、まあ、判定としては、リクエストのビデオ判定は難しかったけどね、佐々木が見た感じでもね。で、そこで行って、で、ワンアウト一三塁から木浪がね、ライトにタイムリーツーベースを打って、森下がタイムリーと一気に4点っていうビッグゲームね。ここは大きかったかな。まあ、だから立場としては、この原口のフォアボールがね、痛かったからっていうね。で、7回にもね、2アウトから原口がね、レフトスタンドでホームランを打って、5点目のダメ押しっていうね、形で、まあ、完封勝利を飾るんだけどもね、西がね、まあ、オリックスとしたらね、もうチャンスはやっぱ初回だね、ここが、一番北がね、
レフトフライ、ここをね、その先ほどね、チャンスをね、作った豊田がね、落球っていうね、ミットに入って収まってんのにプランチョっていうね、バーッ、緊張感もあっただろうけどね。で、その後ノーアウト一塁から西野がライト前ヒット。で、ノーアウト一塁になって、広岡がね、センターフライ。結構ね、フェンス間際までのセンターフライだったけども、なぜかセカンドランナーの北がタッチアップせず。だから、多分ハーフウェイ取ってたんだろうね。だからこのね、ノーアウト二塁はもうタッチアップなのよ。だからこれね、野球界では当たり前なんだけど、当たり前だから言ってないのか、選手が当たり前と思ってないのか、わかんないけども、もしくは、土出る、アンツーか出るか出ないぐらいの、ちょっとハーフウェイ取りながら、あ、取るだと思ったらすぐ戻ってタッチアップみたいなことをしなきゃいけないんだけども、これタッチアップできず。で、西川の、ショートライナーを、飛び出してダブルプレイっていうところで、何やっとんじゃいっていうね、感じ。大バッね。ここでタッチアップしてたら、1点入ってたかもわかんないのにね。そういったところで、この序盤のチャンスをね、一失だっていうね。で、2回裏も先頭紅林がレフト前ヒットで出たけども、その後続かずっていう、この1、2回の攻撃だね。ここでなんとかできてたらっていうところはあるけども、そしたらね、あとは3、4、5回と三者凡退に抑えられて、で、6回先頭若月ね、ツーベース出るけども、その後ね、北野、進塁打、西野がね、レフトフライ1点取れず、広岡のセカンドフライ。まあ、ここも4点差だからね、もう行くしかないっていう状況の中で、で、あとはまあ、ほぼほぼシャットアウト。まあ、8回にもね、2アウト1塁でチャンス作るけども、代打森がね、ショートフライ。まあ、この時点では5点差だからね、まあ、なかなか厳しい戦いかなっていうね、オリックスとしては初回のね、無駄、まずい走塁ね、来たのっていうところが、まあ、このね、敗戦に引き金になったっていうところもあるし、阪神としてはね、このビッグイニング、まあ、豊田はね、初回エラーしたけども、その後2安打っていうね、グペッてね、いい形のバッティングもできてね、勝利に貢献したっていうところでは、まあ、エラーからね、シュンとならず、その後取り返したっていうのは非常に良かったと思うし、しっかりね、阪神は3連敗しないね、戦いができたのは大きかったんじゃないでしょうか。しかし結果はね、カード2勝1敗でオリックスの勝ち越しでした。ソフトバンク対ヤクルト4対2、ソフトバンク逆転勝ちっていうところで強いっていうね、ところもあるけども、ヤクルト先発吉村ね、6回89、6安打3三振、2球4失点。ソフトバンク先発有原、7回189、5安打9三振、2球1ヘッドボール2失点っていうところで、ヤクルトはね、4回に先制。まあ、有原もね、もう淡々と力感もなくね、ボールを動かしながら、緩急をつけながらね、いいピッチングできたと思いますけども、4回ね、先頭西川ライトへスリーベース。で、ノア3塁から丸山のね、アウトコースのチェンジアップ引っ掛けてファーストゴロっていうところで、このファーストね、中村明が、ファーストサードランナーの西川を1回牽制してからの、ね、ファーストベースに入る。ちょっとね、ファーストが離れてたからね。で、そこから入るところで、丸山とね、競争になって、丸山の方がね、一歩足が速く、セーフになったんだけども、ここの問題点をね、ピッチャーの有原が、ファーストのベースカバーに行ってない。あんだけ、中村明が一、二塁間に出てたんだったら、有原はね、ベースカバー行かなきゃいけないの。あれ、有原がファーストベースカバーに行ってたら、アウトだったと思う。正直。そういった、この怠慢がね、招いたその後の失点、バッと。ね。あとはサードランナーの西川がね、行くよ行くよって見せかけたね、あのフェイクっていうところもね、非常に大きかったよね。でもその後ノーアウト一三塁から村上三振、サンタのフォアボールで山田三振して、ツーアウト満塁になってオスナがね、ライトに2点タイムリーヒットっていうところで、正直ね、この2点はね、やらなくてもよかった。有原自身がね、ファーストのベースカバーでしっかり行ってれば。ね。でも、ヤクルトもね、全体的に6アンダー。このね、イニングで3アンダーっていうところだから、ほぼ攻撃してないから、まあ、この2点をね、守り抜かなきゃいけないっていうところで、ソフトバンクはね、ちぐはぐだね。攻撃をしながら、ね、なかなか連打を打てない、連打を許されないっていうところがね、非常に大きかったんだけども、先頭ね、周東が、長岡のね、攻撃でエラー、バッと、ね、失礼。大体これで1点入るんだけども、ノーアウト1塁からね、周東が盗塁。ヤクルトはね、中村周平が2軍で抹消されて、ね、1軍から。この日、キャッチャーに入った松本が、なんと周東を盗塁刺す。グップレー。ね。で、その失点、これ盗塁されてたら本当失点してたからね。2回3回ね、三者凡退で、4回にはね、先頭今宮がライト前ヒット出るけども、栗原がね、ダブルプレイ。で、5回にもね、ワンアウトから柳町ランナー出るけども、中村明ダブルプレイっていうところで、ランナー出すけどもね、3イニング連続、そして6回にも先頭回がね、フォアボール出るけども、広瀬ダブルプレイっていうところで、3イニング連続ランナーを出すけども、ダブルプレイで、普通このまま負けるけどね、しかし、7回裏、先頭今宮センター前ヒット、で栗原ライト前ヒット。で、ノーアウト一塁から山川がね、センターへのタイムリーヒットで1点返して、で、ツーアウトなおも一、二塁、近藤がね、ライトへ、タイムリーヒット。そして、ノーアウト一塁から、ここでね、きっちり柳町が送りバントを決めて、
で、ワンアウト一三塁から、中村晃がね、センターへタイムリーヒットで勝ち越し、ね、っていうね、ところで、まあ、このね、柳町からピッチャー山本に変わるんだけども、中村晃のセンタータイムリーヒットっていうね、ところでは2対2で追いついて、中村晃がこれ2点をつけるね、タイムリーっていうのは非常に大きかったからね。これもね、一気に逆転だからね。で、その後ね、8回ヤクルトは三者凡退で、9回はね、山田がセンター前に出るけども、その後ね、後続が倒れてね、ゲームセットっていう形で、有原がね、しっかり7回投げて、松本オソナがね、その後逃げ切り勝ちっていうね、ソフトバンクとしては完璧な勝利。前半ね、3イニング連続ダブルプレーでね、ちょっと流れ全くないなっていうところで、このまま行くかなっていうところで、7回ね、連打連打連打でね、行くっていうところで、吉村もね、最後捕まっちゃってね、なんとかしのいでたけどね、ダブルプレー低めにしっかり投げたりね、しながらね、ってたけどもね、まあソフトバンクの強さがね出た逆転劇だったんじゃないでしょうか。ソフトバンク対ヤクルト12日の試合、3対9でヤクルトの勝利というところで、ヤクルト先発山野今季初登板、7回94球5安打3三振1球1点クピチね、キャッチャールーキーの鈴木と、バッテリーっていうところで、まあ、戸田でね、2軍でね、ずっと組んでたっていうところで言うと、今季ね、非常にこのバッテリーで行ったっていうね、ベンチの采配は良かったと、思います。まあ、その中でもね、非常に、まあ、どっちかっていうとね、やっぱね、肩の開きが抑えられて、クッと回ってくるから、ボールにも力も伝わってるし、そういったところではバッターね、ボールの出方見にくかったんじゃないのかなっていうところと、左バッターにもしっかりツーシーム投げてて、外のカットボールスライダー系も低めに集めてっていうところで、丁寧にね、ストライク先行で勝負できたっていうところは非常にね、大きかったんじゃないでしょうか。でソフトバンク先発大津ね、5回95球9安打3三振2球7失点って、逆にね、大津はね、変化球を曲げようとしすぎたのかもわかんないけども、肩の開きが早くて外回りして逆球もね結構あった、村上のホームランとかもそうだけども、しっかりボールをね力伝え入れてないで抜け気味に投げていく、でも器用さあるからねストライクゾーンには投げれるんだけども、それがねだからしっかりボールに力が伝わってないところが棒球になったんじゃないのかなっていうね、その肩の開きっていうところがちょっとね、あの山野と大津で違いがね勝敗に大きな影響を与えたんじゃないのかなという佐々木分析。その中でね、3回の裏、ソフトバンクでワンアウトから、海のツーベース、広瀬がライトへヒット。で、ワンアウト一三塁からシュートがね、タイムリーヒットっていうところで1点先制。で、このままバーっていくかなと思ったけども、4回表にね、先頭丸山が、スリーベース。で、長岡が、タイムリーヒット。で、村上センターへツーベース。で、ノーアウト二三塁からサンタのオスナ抑えるんだけども、山田テスト敬遠して、8番ね、鈴木豊、ツーアウト満塁から、レフトへタイムリーヒットで一気に2点で入れて、3点、鈴木。まあ、ここもねちょっとあの近藤がねその後ちょっと痛めたっていうところもあるけども、あれねグローブもうちょっと前出してたらね、ここら辺で取ってから、あノーパンで当たってたからね、多分視界に入ってないから落としちゃっただろうけど、あれもうちょっとグローブ前出してたらね取れてたよ正直ね。出だしも早かったしね、だからあれここ分来てんだね、あれをちゃんと見ねグラブの中に収められてたら、あのまあソフトバンクがひょっとしたら勝ったかもわかんないけども、それをまあ取れずね、鈴木のタイムリーヒット。ね。で、5回表にも、ワンアウトからね、丸山フォアボール、で、長岡レフト前ヒット、で、村上がね、ここよ、カットボール系かな、ちょっとね、抜けちゃってね、回転が伝わらず、でもストライクいって、逆球ね、スリーランホームラン。で、サンタナアウトになるけども、オスナが安打、で、山田にね、ライトにタイムリーツーベースっていうところで、一気に4点で7対1。で、7回にも、サンタナ・オスナの連続ホームラン。だから、村上、サンタナ・オスナ、3人がね、ホームランを打って、そら勝つ。逆に、ソフトバンクはそらきつい。ね、ここ、杉山もね、ちょっと棒球ね、甘く入りすぎたかなっていうね、1回ね、3本安打、2失点っていうところがね、まあ、痛い敗戦になったかな。ね。まあ、ヤクルトとしてはね、パッパッパーってやっと攻撃もつながってね、このホームランも一発も出るっていうね、でしかも山のね、その鈴木のね、若いね、バッテリーがね、しっかり結果を残すっていうね、まあでも山のも若いながら、まあまだでも25歳か、今年26歳になる年、早生まれっていうところもあるけども、まあ2軍でね、やっててきたことがすぐね、現実にもなって、鈴木としてもね、タイムリーをね、打てたことですごいまた気分もね、楽になったと思うからね、1点取られてもすぐ次の回にね、取れて、しかもそれをキャッチャー自分自身がね、ヒットを打てて、で、2軍でやってきたことで、ね、ヒーローインタビューでも2軍でやってきたことができましたって言ってたんで、そのままをね、これをなかなかね、2軍でやってきたことを1軍でやるってね、簡単に言うけど、それなかなか簡単じゃなくてね、相手も違うからね、
プレッシャーもあるしね、緊張感もあるし、そのね難しい中でもね、しっかり同じようなことができて結果を残せたっていうところでは、山のね、そして鈴木のバッテリーでグップレっていうところはねあります。まあ、それをね続けていくことが大事だからね、どこまで続けていけるかは今後のね期待も込めてしっかり見ていきたいと思いますね。結果は打ちまくったヤクルト、ソフトバンクの岡本がね3本塁打、9対3でヤクルトの勝利でした。ソフトバンク対ヤクルト6対3でソフトバンクの勝利というところで、ソフトバンク先発大関5回84球4安打3三振2四球2失点、そしてヤクルト、先発高橋健二3回3分の195球7安打2三振6四球1デッドボール5失点の7四四球でございます。まあ高橋健二首振ってたね、首振ってたっていうかね、めっちゃこっちに流れてた体が、だから手が離れてね軸がブレてる、全体的に投げた後振るのはいいんだけどね、もうこっちになんかガーンじゃなくてこっちに行ってたんだよね、あのホームがだから三塁側に流れてたんだよね頭がね、そこが多分制球のね乱れのねポイントやと思うけどもね。ソフトバンクはね、初回周東内野安打、そして今宮栗原連続フォアボール、山川三振するけども近藤をね押し出しっていうところでね1点で、2回でも先頭海のフォアボール、そして広瀬のサードゴロを村上がこいつバッと、まあ、こういうところでねもうフォアもあるからね守備のリズム悪くなるんだよね。でシュートが今度ねセーフティーバンドをするとねファーストセーフっていう、ところでもうホークスとしてもねやりたい放題っていうね、まあ、ここもねうまかったけどね、だからもう高橋奎二と、ね、村上がどっち取るんやっていうねところで若干詰まったっていうのもあるし、高橋奎二が行って逆ターン、もうあれ多分高橋奎二が行ったら無理だと思うんだよね、村上出てこないとシュートの足だったらね。でそれで、満塁になって今宮アウトになるけども、また栗原押し出しでいって、まあ、その後後続切ってるからもういい球と悪い球の差が激しすぎるんだろうね、いい球はあるけども悪い球が全部フォアボールっていうね。しかし4回表ね、山田哲人のツーランホームランで2対2で追いついて、いやひょっとしたらこのまま粘ったらいけるんちゃうかっていうところで、今回ホークスの強さね、4回裏ワンアウトからね今宮ツーベース、栗原ねセンターへのタイムリーヒットで、ワンアウト1塁から山川デッドボールで近藤フォアボールで、ワンアウト満塁から柳町タイムリーヒットの、ワンアウト満塁から佐藤直樹ね、ピッチャーここでやっと星に変わったけどもセンターへ犠牲フライで3点で、5回にはねワンアウトからシュートセンター前盗塁成功して今宮タイムリーツーベースっていうところで一気に6点目っていうね。でこのまま逃げ切り勝ち、まあ、7回ね、丸山の、内野安打でね1点入ったっていうところはあるけどもね、6対3、まああのリズム感出されちゃったら厳しいよね打つ方もね。正直ねソフトバンクはね大関の後、津森ヘルナンデス松本オスナーとね、まあ、ヘルナンデスの失点はあったけどもね、しっかり序盤の大量得点を味方につけて、逃げ切り勝ち、ヤクルトはね、まあ、星が失点したけども、まあ、大西、小沢ね山本と、まあ、粘ってねそれ以上の失点は抑えたけども、まあね前日みたいに村上サンタナオスナーのホームランパンパンパンとかっていうのが出ないとこっから逆転っていうのはねなかなか難しかったし、まあ、高橋奎二の、ねまあ、7四球はね守備のリズムも崩れるし攻撃のリズムもねさすがにね悪くなるっていうところがあったゲーム展開になったかなっていうね、まあ、ソフトバンクはきっちり勝ち越してまだ優勝のね交流戦の目もあるからね週末どうなるのかっていうところのね、最低限のね勝ち越しはできたんじゃないでしょうか。さあということで申し送り事項いきましょう。まずはエスコンフィールドで日本ハム対巨人ということでね、山崎幸也戸郷のね今日は投げ合いですけども、巨人の皆さん日本ハムもう水谷です、ここをなんとか抑えていきましょう。あとね磯畑出たら3投まであるからね、ノーマークにしたらマジやられちゃいますよ。2番目の皆さん巨人ね、そんな歌えん、どんどん攻めていこう、勢い乗って勢い乗ってどんどんいこう。そしたらね今ちょっとね流れもめちゃくちゃ悪いんで、ね、一気に勝ち越せると思いますよ、はい、楽天対広島ね、広島の皆さん楽天もう交流戦80日っていけ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 だからね、リリーフいいから序盤でどこまでね勝ち切れるかだよ。もうリリーフ出てきたらねなかなか難しくなる、序盤勝負だね、はい、楽天の皆さんもう調子いいんだから今のまま行きましょうね。今井監督を交流戦ね、でもね初優勝ね、楽天の歴史に名を刻め上げてください、頑張れ、はい、西武対 DeNA、 DeNA の皆さん西武ね、まああの爆発力もありますけども、まあ今やっぱりね低迷してきてるんで、ここはね3連勝必須です。このロッテのね3連勝を流れを組んで、これ3連勝して6連勝いけば交流戦終わったら A クラスありますよ、はい、西武の皆さんねピッチャー小山ね、佐々木チャンネルよく見ててくれてるっていうところでね個人的にめっちゃ応援してます。
青山君頑張って、チームとしてはもうね相手どうのこうのじゃない、自分たちができることしっかりやって勝ちに結びつけていきましょう、はい、ロッテ対中日、中日の皆さん、ロッテね金田です、そんな歌へどん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 攻めていきましょう、フォアボールとか出してエラーして無駄なランナーね日本ハム戦のように出していったらいかれちゃいますよ、はい、ロッテの皆さん、ドラゴンズね、もうドラゴンズとかじゃない、もう自分たちのできることやっていきましょう、貪欲に出し惜しみしない、初回からバントでも1点確実に取りに行く作戦必要だと思いますよ、はい、オリックスとヤクルト、ヤクルトの皆さん、オリックスね、まあ、ちょっとね、まあ、上下動あるかもしれないけど西川が上がってきたんでね、こう徐々に上がってきてるから、でも西川ね抑えたら得点源ね立てるんで、西川ねしっかり抑えていきましょう、はい、オリックスの皆さん、ヤクルト、村上、オスナ、サンタナ、ここで一発はね防いでいきましょう、これ一発パンパンパンって打たれたら流れに乗っていかれますよ、はい、ソフトバンク対阪神、阪神の皆さん、ソフトバンクね怪我人ねバンバン出てんだけども、そうも熱くいやらしい野球してくるからね、足も使ったりいろんなこともしてくるからね、まあ、序盤勝負だね、なんとか先行してねそのまま逃げ切れるように頑張っていきましょう、はい、ソフトバンクの皆さん、阪神もね徐々に上がってきてますけども、やっぱそんな言うほどチーム状況良くなってきてないんでね、もうここはもう序盤からドンドンドンとね、攻めていきましょうね、まあ、近本の中のここら辺をねランナー出さなかったらいい感じでねいけると思いますよ、はい、さあということでね、最後のカードね、交流戦、まあ、これも楽天優勝硬そうだけどね、まあでもね、あの G リーグのね、リーグに戻った時に今どの順位にいるかゲーム差なのかも大事なんでね、3連戦引き締めていきましょう、その時は日曜日日本放送でエスコンフィールドで解説しますよ、はい、それではまた。